ほう、うわー、やっば。だってさ、だってまな板に乗らないんだよ。念願の。聞き方合ってるのかな？サーモンそうめん。サーモンそうめん食べたくて仕方なかった。一人じゃできないからさ、やっぱどうしても。すごい。これ切れてんの？もうさ、なんか卸よりやってんのかなみたいな。そして漁師でしたけど。やばいね。斜めにして。解体ショーやん。分厚すぎて切れないです。切れないです。切れないでーす。うますぎる。さばいとるやん、もう。やだー、思うように切っていい。でも分かんない、いいよ。あんまちゃんと知らないんだけどさ。なん決まりなんかないっしょ。ない。すごい。え、やばない？これじゃあ3分。だけにしてさ、半分はさ、ちょっとデカめの刺身みたいな。あー、いいじゃん。買った正解でこれいくらだっけ。5000円ぐらいしたよね。てか、1回で食べる量じゃないよね。みんなはどうやって食べてんだろうね。冷凍するのかな。焼くとか、もったいないから。でもさ、生で食べれるもの焼くと美味しいって言うじゃん。あ、そうなの。絶対美味しいみたいな。知らんけど、多分そう。お寿司何貫があるんだろうね。今度やってみる、それ酢飯作って、で握るってこと。握るの。これを刺身用に切って、うん、そう。え、これさ、マグロしかないのかな。他にさ、なんか生で食べれる、もうマグロないかなの気持ちが先走った。絶対そうだったよね、今。え、こんなん食べれんの。幸せすぎる。アヒージョ入れます。これ準備いっちゃうよ。いって、大丈夫これ、待って、ほんと、え、ありがとう。いいよ、りこっち。かわいそう。開いてる。聞こえないかな。聞こえないだろ。なんでちょっと聞こえると思う。見て。何？ナンパン。すごい匂い。なんかいろんな匂いが入り混じってお疲れ。すごい。なんかピントが割り箸、じゃ箸に。メインのパンプキンが見えないっていう。今日はハロウィンパーティーなんですけど、大食いチャレンジです。ありがとう。いくら2万円ぐらいかな。でもハロウィン感はこのケーキしかないんですけど。大事じゃん。一応ゼロよりマシっていう。パンプキンパイを買ってきまして、これは食べますよ皆さん。あの、タカスがこのタカスが、カカスが何を言いたかっただけ。本当によく食べる。嬉しい。嬉しい。よく食べる。ちゃんと認めてくださるですね。本当に。ちゃんと友達が言ってくれるとさ、説得力がある。あ、そういうことで。コストコで買ってきました。インサート？あ、さっきで撮った。あ、でもアヒージョ。めっちゃいい香りする。ポテトが買ってきてくれました。イホちゃんが。M で。今日は M で。L でしょ。 L 一つ。 M。 あー、マックで。あー、そうですね。今日はゆほちゃんの夢を叶えるために、ありがとうございます。大食いチャレンジ頑張ろうね。これ食べれるのかな。食べよう。食べようかな。え、食べていい。食べよう。いただきます。本気本気本気。ハロウィンパーティースタート。これハロウィンパーティー。でも時期でね。え、サーモン食べていい。どうぞ。サーモンそうめんする。しな。あー、飛ばさないよね。すごっ。え、これはすごいね。いただきます。待って、嬉しい嬉しい。あ、そういうこと。そうめんって、え、どうな、なんかさ、私コストコのこういうサーモンとかってさ、臭み気になるかなって。めっちゃ美味しい。食べて、早く食べて。食べる、そういう方が食べる。え、見分ける。こういう切り方したのね。そう、完全それ。やばー、ふった。え、めっちゃ美味しいよマジ。いただきます。うわ、めっちゃうまくない？誰のがいいんだよ。これさ、一口無理かな。無理。うん。うん。余裕やん、一口。え、うまくない？うん。うんうんうん。なんか好き。うん。食べていい？うん、どうぞ。もう好きに食べよう。やば、美味しい。うん。え、美味しいね。うん。焼いても絶対美味しいじゃんね、これ。これはこう。焼いちゃう。やったかいうちに。あ、これ食べる、これは。すごい、どんなフォーク？これ何用のフォーク？普通にフォークやね。そうなんだ。これ、私が、あのさ、お皿と金属がキッてなる音がすっごい苦手で。あー、なるほど。ありがとう。キがいいかな。ごめん、そう。これ食べていい？サランプ？
これトマト入ってる、何が違うの、トマト、あ、トマト入ってるわ、え、入ってるの、終わった、鶏のトマト、あ、でもこっちは入ってないんじゃない、あ、入ってるわ、こうやってハムじゃなくてトマト、鶏の、よかった、じゃあ私これいただきます、あ、気をつけてね、それいいの、うん、はい、塩刺しとホタテ、やったホタテ、お魚食べれるの、僕嬉しいもん、うん、魚って幸せ、うん、うん、食べ過ぎて怒られたね、それ、うん、ちっちゃく切ってあるやつを冷蔵庫に入ってるのを実家にいるときにあるからと思って調子に乗って食べたら、そんなに食べたの、うん、幸せやね、なんかさ、いっぱいすぎてさ、何から食べようか迷うんだけど、うん、でもなんか意外と買ってるときはこんなにあるんだと思ったけど、こう見るとあれこんだけみたいな、なんかいっぱいじゃんなんかさ、え、種類こんだけみたいな感じだよ、うん、量が多いから、うん、本当にハムパーティーみたいな、冷静に3人食べるさ、サメのスーパーじゃないじゃないですか、5人とか6人とかやっぱ量はね、種類を食べなかったら量を減らせない、それ入れてほしいわ、私が入っちゃう、かむ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 、これこの間かわいい、かわいいでしょ、なんだっけ、エスパホドキ、エスパ、世界のハロドキ、謎のコンビ、サッチサッチ、え、オイ、オイルさ、オリーブオイルさ、あんまり、うん、あと2分いっちゃうよね、あと2分、今日は大食いチャレンジだからやっぱ、いや、あと2分けど、さらに、え、なんかさ、ありがとう、ぬるっと始まったけどさ結構、すごいことやってるよね、すごいことやってるよね、もうちょっとなんか、大食いさんにさ、やるべきだよね、こんなお金かけてる、でもさ、統一感はなくない、あ、うまっ、うん、いただきます、普段のことだから大げさに始まってないんだよね、それは、あ、そういうこと、うん、美味しい、遊びの延長戦だから、人の話も誰も聞いてないし、自分も喋りたいことしか喋らないすいませんやんみんなそうなの、あんまり他の人だって、この方、なんだっけ、お寿司何歳だったんだっけ、50歳だっけ、50歳もっと公言する、公言する、もっとそしたら私プロフィールにするいや50巻か22とかでデザートプラス、ね、この間もそうじゃん、それさプライベートでやってるでしょ、プライベート企画で多すぎるんだけど本当にやばい、でこの間もそうじゃん、普通にご飯食べて、あ、2軒目だっけ、あれそう2軒目でなんかバルみたいなとこ行ってデザート食べようって言ったのがパスタとアヒージョと、ほとんど一人で食べたからパスタもマジでおかしい、でデザートなんか2個食べてるし、同じやつしかもバカだな、バカだな、バカだな、胃袋もバカだ、いや、いいじゃんこの中にパンあるの面白い誰もね、あ、開いた、うん、うん、やっぱ開いた方がいいの、これって、うん、開いた方がいいの、これってトースター、え、トースター食べたことない、え、もっとサクッと、そうよ、なんかこれこのままボンって食べた、そうだよ、そうだよ、うん、美味しいパン、私パン無限食べれちゃうんだよね、じゃパン食べ放題好き、うん、ねえ、パン食べ放題ダメだ、ここにいたよ、最初あるの、液体子、え、でもさ、いろんな種類ある、甘いのも出るやつし、え、なんだって、大食いするとき水飲んじゃいけないんだって、食べろ、ダメだよ、食べちゃうから毎回味わおうとしてないやん、もうフードファイター、ね、思った私は普通に生きてて、普通に食べてたらフードファイターになってたっていうのが生まれなパターンだから、どんだけ話しれるんだろうね、これ、それがね、知らなくて行ってみようかな、いただきます、私これ初めて食べる、そうだよね、私わざわざ買わなくない、買わない、だってトマト入ってんのも確かにね、めっちゃ美味しいよ、うん、めっちゃ美味しくない、めっちゃハードル上げて、うん、うん、なんか甘くない、あ、ちょっと甘いかも、この魚って何、カラとか、おティッシュ、ごめん、ありがとう、なんかさ、あれの味するバーベキューソース、うん、バーベキューソース、あんま味覚えてない、あんな食べたらやばくない、大食いじゃん、それ大食いの入ってるよ、ね、料理あんまくないかもしれない、サーモン、箸、じゃあ、いいよ、いいよ、止めとこない、消す、来たマッソッツ、味方がいた私以外に来たら消す、マッソッツまんまその通りなんですって感じ、え、でもさ、カルパッチョとかフォークじゃない多分、あ、確かに、うん、大丈夫だよ、うん、うん、あんま勢いつけると良くないっていう、うん、だからゆっくり食べよう、確かに、いや、ゆっくり食べ過ぎるのも良くないっていうじゃん、ほど、うん、よく、いや、どっちかね、なんか勢いよく食べる人ってさ、私のお兄ちゃんお姉ちゃんそうなんだけどめっちゃ勢いすごいじゃん、だからなんか失速がすごいっていうかなんかめっちゃ食べてる感あるけど結局全然食べてないみたいな、へ、えー
いんだろうね。回転寿司とかさ、6時間ぐらいってさ、一生さ、手伸びない。うん、ほんとに。6時間、どんだけいいんだよ。なんかいっぱいあったの。ドメールを。来た、あ、来ました。いいよ、これで。いいよ、かま寿司ってさ、高校生の時ね。でもカフェ感覚。高校生っぽい、かま寿司。そう、チャリで。カフェ、ほぼカフェ。ずっといんの。最終的に寿司回ってこなくなってんの。え、どういうこと？だから閉店時間近づくと寿司が回ってこないの。注文したやつ来ないの。あ、なるほどね。そう、なんか今回ってないの。そう、回ってない。え、回転寿司って知ってる？なんか黒糖なんにする。え、黒糖おいしい、幸せね。なんかもう普通に食べちゃってるからさ、これ味わってるんですよって感じ。なんか量ありすぎて今なんていうの、ただただ無言になっちゃうというか。え、もしかしてポテトってさ、ケチャップとかもらえてたのよね。え、今ってさ、あれだよね。え、ゆるの、うん、今日もらえるよ。え、嘘。ね、ごめん、最悪だ、ごめん。バーベキューソースとかか。え、今度じゃあさ、本当にさ、その新宿にあるどこ、これモアザンっていうランチ、めっちゃ有名な、1ヶ月以上だったランチ、先取れないみたいな。喜んでやってくれるよね。パン食べ放題。うん、モーニングはね、空いてたんだけど、モーニング8時半とかよ。いける？いける、頑張る。え、じゃあ行こう。頑張ってほしいよ。私のやつ止まるわ。うん、今日も頑張ってくれたし、ね、今日は寝てないんだよ。いや、これやばいよ。この人のスケジュール聞いて、ちょっと昨日から明日までの。じゃあその前は体力温、水曜日休みでレッスンして、普通に生活しててさ、何でこうとか言う。夕方レッスンして、その後先輩と飲みに行ったのね。で、朝まで飲んでて、で、それがすごい待って朝帰ってきて、その次の日はもう飲むって決まってたから予定を入れなかったの、本気で飲むと思ったから。まあ休みだから寝て、昼ぐらいに起きたんだけど、また寝てて気づいたら夜になったので、お風呂入って、まあ疑問に思われたと思います。いや、疑問には思ってた、別に。で、お風呂入って、あ、もう寝れないかなと思ったの、うん、そして普通に布団入ったら寝て、でも家出るギリギリまで寝てて、で、バイトして、ちょっと寝すぎてだるくて、そのまま練習会したのね、友達と2時間で、そっから深夜練して、で、今日今これじゃん、で、ここからレッスン行くでしょ。なんか、すごっ。で、明日朝からディズニー行くの。え、マジで、あさってから5連勤。やば、いつ回復で、深夜練。マジで、ほんと。え、生きてる。一人で寝てる。じゃあ、水産加工もして、ちょいちょい。よかった。大丈夫。すごい吸引力、ダイソン買ったのか。カレーそば食べるの、それ。うん。美味しくない？うんうん。トマト抜きで作ってくださいって言ったら作ってくれるのかな。あー、え、なんだ、そんなこと言う。中の人に言わないといけないんだよ。うん。大変だな。すみません。そんな今までいるみたいな。そしてこれさ、普通にさ、その美容なんか化粧水とか売ってるとかあるじゃん。ここね、歩いてたんだよね、こうやってほんとこうやって歩いてたの。ただなんか絶対日本人だよね、あの人。うん。で、その立ち手出してみたいな、で、手出したらなんかシューって言われて、俺今のなんか美容液でみたいな。そうそうそう。最後もありがとうございましたみたいな、言ったらなんか、あ、これね、雑誌に載ってるからみたいな、保証あるよっつって。なんの急に営業始まった。すごかったよね。安心だよって。安心だよこれみたいな。よろしくお願いしますね。え、買ってないよね。買ってないよ。買ってないよ。なんか本当にこれぐらいの、そんな大きくなかったよね。うん、いや、本当に好きなやつで。でも私は手がちょうど乾燥してたから嬉しかったんだけど、ほのかは別に手乾燥してなかったからもうベッタベタで。ありがたかったんだけど、でもちょっと今じゃないかもみたいな。しかもなんか問答無用で、うん、シューみたいな。何その唐突に来る感じ。いや、多分人通りが少ないから来るお客さんが少ないんよ、うん、あそこに行く人が。最近休んでるって思ってたのにはスケジュール聞いたのもつっき。別に休んでもいるし、遊んでもいる。うん、うん、どうぞ。はい、調子はどうだい。調子は、調子は、イエーイ。え、なんだろう、何やってたの今さ。ネギがついてた。しかもちょうどその前にここのネギを見てたの。ネギついてる。どこにもネギないの。ネイルだし、自分でやってんじゃん。しかも数日間も。そうじゃん、もう1週間は一緒に過ごしてるし、なんならこれ一番最初に一目惚れしたやつ。これ何なの。私ね。私なの。あー、本当に面白いんだから。ね、何の話だっけ。私のスケジュールだよ。私のスケジュール最近何やってるっけな。でもいい感じに遊んだり、うん、仕事したりしてるかも。これさ、いるくね、なくてもよくない。なになになに、全然わかんなかった、言っちゃったっけ。これいる、あれ、あ、むくってこと。そう、そういうこと。むくってたら出てこなかった。自分気にしなかったらいいんじゃない。さっき言ってたじゃん、絶対。え、言った。
美味しい美味しい。最高だぜ。横浜でもあるよね、クリスマスマーケット。うん。でも横浜のクリスマスマーケットやめた方がいいですよね。うん、なんでなんで。カップルだって。だからあっち行こうよ。もう行ったのが多分イブとかだった。イブに行っちゃダメでしょ。うん、確かにイブは多そう。イブに行っちゃいけない場所ランキング。3位ぐらい。1位どこだと思う。イブに行っちゃいけないランキングみたいな。旅みたいな。で、ちなみになんですけど、にゃんですけど、1位はどこだと思いますか。でも関東だったら横浜が一番なんかそういうデートスポットな感じあるくない。ディズニーはたまにいるじゃん、多分。どこだろう。東京タワーとか、あのイルミネーションとか、青い洞窟、行ったことある青い洞窟。渋谷だよね。そう、思ったより、ね、うん、行っちゃなんだけど、思ったより、ね、あなたじゃあ渋谷。クリスマスに行ってはいけないところって。行ってはいけない。むずくないそれ。うちらのさ、女友達でみたいなの入れないと。渋谷で見た。もうなんかもう、何でもいいじゃんと思って。一緒に過ごす前提。でも何も予定ないよ。何も予定ない方かも。ちょっと大人のパーティーしたくない。待って、おうちビストロしようよ。なんかいいお家で。うまいよ。何？今年だって年末家来れないじゃん。うん、またさ、クリスマス効果もできないってことでしょ。うん。よくないよね、これは。悠々しき事態だと思います。クリスマス体調としては深刻な問題だと思ってるんですけど、これはいかがですか。体調すごい似合ってるんで。いろいろあるね。会長と体調。体調、体調。よーイエーイ。ラップバトルさ、やってみたいんだよね。ラップバトルさ、やってみたい。一回さ、なんかちょっとやってみて。今日はハロウィンパーティー、コストコで買い出し。おお。今のでなんか一回無駄だけど、みたいな。さあ、食い切れるのか、3人で。やめとこ。悲しみよ、あんたのこと好きな人たちが。かっこいいじゃん、ラップできる人って。やっぱなんかさ、頭の回転早みたいな、言葉知ってないとできないもん。じゃあ辞書読む。辞書なんだ。小説とかじゃなくて辞書。本当に本が辞書持ってたらめっちゃ面白い。電子じゃダメだよ。電子じゃなくてちゃんとこの分厚い国語辞典と漢字辞典と英語辞典とかでも。確かにラップで英語さかましてくんのやばいね、結構かっこいい。クリスマス、こういう感じでお家でやれればいい。やろうよ。だってもこんなんクリスマスやん。私したいのに、耳つけて、帽子帽子。何がいい？私、あれあるよ、ツリーの帽子。ツリーの帽子にするか。そうやったよね。クリスマスを一人でやった。一人でやったの？うん、去年一人だったよ。誘えよ。動画にしてたよね。うん、で、なんか号泣して。なんだ何があったの？いや、それさ、一人でいいよ。今年もやっていいけど、動画外でずっと見てるわ。やだ。おもろいよ。何喋ってたの？なんだっけ、まあなんかさ、年末じゃん、やっぱクリスマスとかって。だから多分その、振り返り的なことをして、なんかすごい感情的な。まあそうだよね。私もうすぐ泣くから、今のところ順調じゃない？順調だと思う。結構食べてるんだろう。え、みんなもどんな感じ？でも、これいかないと。やばいか。確かにこれ切って、置いちゃおっか。一人、一パンプキンね。一パンプキン？どれをキャラクター。ああ、なるほどね。あそこのさ、何か事故。うん、お見合い。ああ、なるほど。ちょっと悪く聞こえたらめちゃめちゃ申し訳ないんだけど、その人の気持ちもよく分かるわ、私は。他人が関わることなんだ、それは。レジまで持ってくじゃん。その前からこうなってたのかな、分かんないけど。いや、あんたなかった。私かな、じゃあ。ボンボン乗せてたからね。レジのお姉さんも、こんだけ土曜日の忙しいコストコ、まあ、こんなに笑顔で接客もしてらんないじゃん。すごいよね、なんか。いくらやりますか。結構ね、威圧的な感じだったね。まあ、気持ちもか、そっち側の気持ちもめちゃめちゃ分かる。こうボン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 、まあ、入れてくれるのよ。そう、それは、あ、ありがたい。そう、入れてくれるんだって思って、うん、で出すときに、えみたいな。生クリームが。あ、帰ってきて、それを出せる。そう。あ、うんうん、私、言葉足らずみたいな。うん、で結構思った。ああ、じゃあそんな。それでも多分、一番下に置いてあって、うん、いくらのね、蓋にね。いや、単純に最初からないのかと思って。やばい。なんか、ああいうデザインなのか、ああいうデザインなのか。ハロウィンだから。確かに、そう思ったらいいかもね。そういうことにしよう。ただ聞いてくれ。ただ聞いてくれ。いや、聞いてくれね。パンプキンパンを。切っていきまーす。これでしょ、わかんない。みんなに顔面パンプキンパン。ネタ系みたいな。めっちゃいいと思う、私。気づいたらみたいな。方向性変わってて。うん。急に。ポテト冷めてきた。でしょうね。
。やばい、でかすぎる。まあ、食べちゃった。伝うのかな、これ。いいの、どうぞって。伝わるかな。何サイズって言ったら伝わるんだろう、これ。顔、顔。手のひら。そう、そう、そう。確かに、でも、でも分かんないじゃん、大きさ。はい。メガネ。メガネでどうやって例えるの、これ。え、どうなの、味は。甘い。え、微妙素直な表現してるわ、ほのって。いいこと。え、ちょっと食べてみよう。本当に合うかも。いただきまーす。でもなんか本ぐらいのお店ありそうだよね。一冊ぐらい。それじゃなくて。え、何ですか？シナモン、シナモン。あ。食べますね。うん、美味しい。美味しい。本当好き。シナモンがダメなのかな？ってことなのかな？シナモン好きじゃないんだ。そういうことかな？え、じゃあ気分いいかもね。大丈夫？うん。ピザ別にしてみなかった。全然。うん、うん、うん。ちょっとハロウィンさんがなさすぎて、これにしようかな。うん、食べる。でもでかい。マジでかいかも。これじゃ本当何で合わせたらいいんだろうか。じゃあユーフォ見せてきて。気をつけてね。何と。ちょっとこれが怖いね。うん、怖いね。うん。分かるようで分からないようで。なんかさ、このサイズのさ、みんなが知ってるなんかないかな。えってなるぐらいの。あ、ピザ。あ、確かにピザワンピースで、もう分厚さやばいみたいなね。二三枚分ぐらいなんだ。何センチぐらいなんだろう。は、あ、分かる人。4センチぐらい、うん、膝1枚の4センチ分の厚さ、みっちりって感じだから、すごい。これ多分なんか、これパンプキンみたいな、あんま見てない、ケーキ感がない。食べ、ほんとご飯、うん、ご飯みたい。甘くないでも、ちゃんとみんな耳上がった。これなんかこれじゃなくて、全然パンプキンみたいな。おいで。あ、いいよ、みんなで。このパンプキンパイね、多分お腹に来ると思う。めっちゃ来ると思う。結構来るよね。だからもう今やめた方がいいのに。全部食べてからの残せるものを、じゃパンプキンパイにしといた方がいいって。すごい、行くね、サーモンそうめん。ほつれくなっちゃうね。うん、油きつくなりそう。結構ね、サーモン飲んでるよね。米欲しくなるね、これ。それあるよ。なんやさ、2人で指差すのやめてよ。もうね、超タイミングが。やばい、うん、でかすぎ。でもさ、その木の感じ似合ってるね。髪の毛もよく合ってるよ。あ、いや、トータルコーデってこと。そうそうそう、こうじゃなくて囚人なんでしょ。全部全部今日囚人。本当だ、深めの。だからさっきさ、その電車で腰とくる時に髪の毛の色も相まってハロウィンだねみたいな、うん、だからほのかは首から上の話をしたのね、うん、自ら首からそのまま刺し始めて、え、何、囚人ってことですか。じゃあやっぱ言ってない、言ってない、思ってたもんね。誰も言ってない。首もじゃない。うん、確かに。今日なんかフレンチ囚人みたいな。あ、そうそう、フレンチ囚人。聞いたことないわ。フレンチ囚人目指して。今日ドレスコードだったの。でもポップな囚人だもんね、今日。パパッパ食べれなくなるからやめて。あ、てかさ、あれやってよ、聞いてるよねっていう説。ここでさ、攻撃した第一人者ユセラフィム。そう、ユセラフィムの新曲のアンチフラジャイルっていう曲、あちちちちって言ってる曲なのね。絶対伝わってない曲そう、でも知らない多分曲を。なんかずっと聞いてたのね。シュウの好きそうみたいな話をして聞かせたら、なんかあれに似てる、あれあれみたいな言い始めて、うん、ちょっと当ててもらおう。なんだと思う。どれ聞いてちゃんと。いや、もうだから分かんない。でもユーフォ知ってるかな。知らないじゃん。なんか K-POP でしょ。違う。え、ちょっと前にツイッターで流行ったやつ。ちょっと前どころかね、だいぶ前。うちらが高校生の時とかだから。で、うちらが高校生の時、5、6年前流行ったのはツイッターでしょ。その頃笑ってるよね。それしかもその頃笑ってるねだし。え、本家だって分かんなかったの。え、私も聞いた瞬間に、え、あれじゃんって思ったんだ。緑の変な宇宙人みたいな人がこんな、そうそうそう、動きしてる。え、待って、全然わかんない。その元ネタが、元動画が分かんないか。見ればわかるかな。見たらわかるんじゃない。それにそっくりなの。それにそっくりなの、本当に。なんだっけ。でも似てたでしょ。分かったでしょ。なんか言われてみれば似てるけど、そんなに、え、似てるって熱弁すること似てない。ダメとかしーた、ダメとかしーた、あんあ、ちょっとさ、そもそも知らなかったら、これもこんなに話してくれてるのにさ、とりあえずあなたって言うのが悪い。ひどいな。でもみんなに伝えるから、私話したいことだけ先。こうやってさ、つばき踏みかな。一応ね、4年前で40億回だけされてるんだよね。すごい。それ先聞いて。似てるよね。あ、確かに。でしょ。テンポが
一緒なの。そう。止まる瞬間があるんだって、一回なんか。ててみたいな。がもうそっくりなの。あんのところでね。これ絶対みんな。あの TikTok 上げてください、バズると思います。一回聞いてほしい、みんなに。あの並べて、そう、並べて聞いてほしい。でもさ、耳に残るんじゃんね。残る。だからだと思うよ、私は。何で流行バズってたの、それは。どういうあれで。え、多分なんかおかしい、面白いやつみたいな。何これっていう。お腹苦しい。え、早くない、ついに急に緩めようか、じゃあ。え、急に緩めに。あ、そういうことね。え、私今何パーだろう。え、今そう、どれぐらい腹が今ね、でも半分は超えてる。6、7、7ぐらいかな。グッチ全然。え、わかんないけど、今、今日、すごい、さすが大将、心強いです。わかんない、で、とか言って、後で、あ、もう無理。急に来るもんね、かもしれないじゃん。まず、これは食べるの。なんか甘いもの食べた。あ、そう、それあるかも。これ食べる。甘いもの欲しいよね。いや、それ甘くないよね。ぶどうもあるよ。あ、いいじゃん、そういう、こっちの方がいいよ、多分。何味がいい？何味があんの？ダーク、キャラメル、オレンジ、ストロベリー。絶対ストロベリー。すごい、そういう感じなんだ。これ本当に美味しいですよ。今日ダークかけな。行ってほしい。うわー、どうぞ。季節の感じ。もうちょっと冷え切った、あ、そう、ごめんね。もうちょっと冷え切った方が美味しいかも。うん。あ、これいいよ、多分。美味しくない？これちょうどいい時だと思う。さっきあんな勢いあったのに、どうしたの？やられた。でも美味しいんだもん、まあ食べたい。まだ時間はあるよね。食べるわけなくても。え、食べるの？そんなに一緒じゃなくても食べれないでしょ。あ、家帰ればいいんだ。あ、これ、いらない。え、今いらないってこと？うん、おいしい。うん、なんかあれみたい。あ、これ、あ、味の味だからね。結構食べたよね。もう、どうなの？どうなの？これ食べたの？勢いがすごかった。もう減ってる気しない。え、そんな勢い良くなかったよ。これだけで勢いだから。え、シュー、ね、シューさん、私も焼きたん。焼く？熱い？ありがとう。すごい、なんか細いもの。ごめん、今言ってないよ。食べまーす。あ、めっちゃめっちゃいい匂いだけどさ。うわー、いいな、トースターの。うちトーストないんだよ。普通ないよ。いらないよね。普通じゃないもん、ここ家。普通だよ、普通じゃない。普通じゃない。普通じゃないから、じゃあ困った時ここに来よう。なんかあったらここに。なんかあったらそこに来ればいい。そんな、なんもないよ。グランピング行きたいんだけど。わー、かずれさん、私はグランピングって絶対みんな行きたいけど計画しないランキング1位だと思うんだよね。あー、わかる。もうだってさ、だって数年前からずっと行ってるじゃん。ずっとみんな行ってる。カナコも行ってない。え、ねえ、シューナ、ほなが離脱しそう。え、しないよ。ダメだよ。ちょっと休憩。何休憩しない？これって何休憩とかあんの？これ、ありがとう。寝不足が。寝不足かも。そこから来るもんだと思って。確かに寝ずに本当はやばいって。普通に体に良くないことしてるもん、うん、痛めてる体を。これやばくね。え、マジで美味しいんだけど。私まだ食べてないわ。食べてこれ。美味しい。美味しいけど結構やっぱね、だって普通にコンビニってこれ1個でさ、うん、ご飯とか食べる人いるじゃん、多分こう来てるんだ、あれが、うん、で、このポテトで、うん、誰ポテト食べたいって言ったの？でも、サンドイッチだった、私も。うん。共犯。で、買ってきたから、共犯。かわいそう。こわ。あんなに並んだのに。30分かけて。でも、うちらもね、頑張ってきたもんね。朝早くに。ほのかのコストコの会員証見る。めっちゃ似合ってた。かわいかった。かわいい、ね。なんか面白くなっちゃったんで、写真撮りますみたいなので、シューナがスッて消えたの。で、なんかそれにじわじわ来ちゃって。写真撮りまーすって、こう、こうなんか、ちょっと漏れるかけたみたいな。しかもあのカメラもなんかおもろいよね。そう、なんかなんかね、望遠鏡の方とみたいな。そうそう、片方みたいな。孫は最初こう言ってたんだけど、え、怖いかなって。でも歯出すのもなんかなって思った。でも最後の苦肉の策が、あ、似合ってる。でもさ、ああいうさ、ああいうので漏れる人なかなかいないよ。白黒じゃない？漏れてる？漏れてるかな？可愛くない？アメリカ人みたい。ね、でもね、そう、これ見せていいのかな？このにやけ？これ。可愛いよね。アンパンマン。背景のカラーとさ、金髪がめちゃくちゃいい感じでさ、なんか古い感じの、そうそうそう、すごいなんかエモいよね。アメリカンで可愛い。でもね、うちの一番悔しかったのはここの髪の毛。このここまでちょっといい感じなみたいな感じで言ってくれてる髪の毛のここ、これこれこれ、この髪の毛。誰も見てねえよ。
あーなるほどね。でもほのかね、こういうねコストコ入ってくじゃん。でも嬉しくてこれを持ってたことがずっとこうやって「え見て見て」とか言ってこうやってやってたんだけど、シュナここにいる人全員持ってるからって言って、間違いないみんな持ってる。あら、こんなににやけてる顔なのとか言って、オール明けは多分おかしくなってたの。ちょっと美味しかったね。美味しかった。ありがとうね、来てくれて。ちょっと一緒に行こうね。え、どう、腹何本目ぐらい。え、なんかすごいんだけど、さっきもう波がテンション爆上がりの急に落ち着いてる。まあ 5% ぐらいは減ったから。あー、よかった。じゃあ喋ればいいじゃない。おはようございます。15分の仮眠から目覚めました。両サイド食べ続けてるっていう。チーム何時から始めたっけ？1時。すごい覚えてる。2時間ぐらいじゃまだ。2時間も経ってないんじゃない？すごい。ここ食べたい気がする。途中経過。もう豚食べたい。食べな？いっぱいあるよ。地獄だ。トマトタイミングのパンピンパイすごくない？えぐいね。うん。笑ってるよでも。やば。あとちょっとだよ。悪魔の微笑みってを。あ、私は結構今敵だなって思ってるのはアヒージョなんだよね、実は。これ残せないよ。うわ、待って、もうなんかさ、めっちゃそう食べたいんだけどさ、食べれんよ。でも死ぬかもしれない。死ぬ、そう、あの生死さまよってんの今。わかるわかる。そう、今生きるか死ぬかの瀬戸際。あ、やばいんだろうなっていうの分かってんの。でも、でも分かる。でも食べたくなっちゃうんだね。食べれん。死んだ時でよくない？死んだ時。そしたらもう置いとけばいいよ、増えるってなったら。まあそうね。また誰かというか、誰が数時間後に食べるかもしれない。そうだ、だってまださ、タイムリミットは絶対あるの。そのままで食べれん。美味しいよね。美味しかった。かぶりついてんな。すごいな。絶対いい方にハマってないよね。多分味がそう。申し訳ない。え、全然違う、ごめん。そうだよ。好きだと思った。でもえ、マジ？あ、いい感じに詰まってきたな、今。2時間経ったなんかダメなんだよな、ほんと。え、美味しそう。パンは2個。え、シューの食べたの。全然いいな。パン生地の良さ感じてました。ここにもあれ、すごい。クレッソ。クレッソ。やばい、ちょっと。なんかさ、食べるけどさ、そんな元気に量食べないんだよね。私できた。え、そう、私も今、やばい。おぉ。え、でも今同じ。え、同じ。もう同じだわ。でしょうね。みんなえビフォー見せてけばよかったね。アフターは大きさを全身タイツでやる。地獄じゃん。大丈夫。シオの全身タイツとかで白塗りしてちょっとゴースト感出してとか。ああ、ゴーストバスター。ダメだ。ダメだ。すごい。あとで痛い目見る。食べれるもんね。もうちょっと冷ましただけすぐぐらい食べたらチンチンになっちゃう。ありがとう。あ、すごいじゃん。サラダラップ。さすが。さすが。今とかホノが食べてるのかな。ワンパクホノがちゃん。わかりづらいよね、絶対。もっとさ、お寿司何個食べましたとかなんかすごい。今度それにしない。またやんの。またやんの。お寿司、焼肉。熱いよ、多分。何だろう、何がいいか。マックとか何がいいだろう。何だったらわかりやすいんだろう。でもなんかこう、1個とか、こういう1貫、2貫とかのわかりやすくない。え、ずっとさ、あれ言ってるじゃん、わんこそば。あ、私それは言ってる。一生かかってないけどね、決まりがと。でも私、一個やれるなってものはお餅なんだよね。前もこれ言ってたよね。一生言ってる、もう前回の言葉が1台ぐらい聞いてる。ほのかってさ、レパートリー求めるよね、すごく。何が？ほのかね。だってさ、この前もさ、あのディズニーの Vlog でさ、あ、いろんな人に言われるんだけど、ほのかちゃん面白いねって言われるんだけど、私がさ、美味しいってさ、美味しいって顔するよ、くする。でさ、その顔しか信じない。他の顔してよって言ってたの覚えてる。あれはみんな大好評だよ。嘘。大好評。すごいねみたいな。あれだってさ、言うねみたいな。さ、あれさ、普通にさ聞く人を聞いたらさ、何こいつって思わん？全然わかんない。普通に。でも YouTube の撮れ高的なことを考えてくれて、全然そんな、全然そんな。え、シンプルにその顔しか信じないっていう。シンプルだった。シンプルに自分が思ったこと言っただけ。なるほどね。そう、ほんと自分が思ったことしか言わないもん。いいことだよ。かっこいい。かっこいいよ。何が何が。何だけど。だって今かっこいい。なんか顔もかっこよかったから、そんな大したことじゃない。今のことしか言わないもん。やばいです。本当にやばいです。違う意味で。舐めてたよね。自分たちを過大評価しすぎていた部分はある。取り散らかしてる。え、なんかさ、いける？いけない？いやさ、
やっぱご飯とかでもそうだけどさ、あとちょっとが食べれない、わかる。そうなの、あちょっとまで頑張るんで。昔そういう、なんかもうあと一口が食べれなくてお腹いっぱいって言ってて怒られてたよく。これぐらい食べなさいよ。そうそうそう、そのこれぐらいになるまでの過程を見てる。あ、これは食べれるよ私。これは動画回ってから食べようと思ってた。いただきます。すごなんかプリンも出てきたし、意味わからんプリン途中から。美味しいでしょ。でもパンプリンパイ私結構好きやったな。上位上位。これこっち来てからもう30分映ってないもん。ミックス30分に1回ぐらい寝てるよね。うん、ずっと寝てる。あのこの人の家は本当におばあちゃん家みたいに居心地いい。間違いない。おばあちゃん家とかって食べてなんかカーペットの上に寝ちゃうとかあるじゃないですか。本当にまさにそれでもう食って寝て食べて寝て繰り返ししてる。うん、下町頭集めて、ね、鼻息が荒くなってただただ。ふんがふんがしちゃう。そうそう、本当に呼吸がすごいね、大きい。毎回の呼吸が苦しくて体調悪くなっちゃう。そういうこと。検証結果は、大食いをすると体調が悪くなる。こんなにやったことがなかったから自分で多分ね。だから経験できてよかったって思ってる、すごく。よかった。よかった。これは残ったやつはもちろんあのね、後でワキワキするけど、今もね、ちょっと食べ散らかしてる。汚いよね。汚いね、本当に汚い。偽物じゃない。うん。ガチ苦しい。やばい。やばい、本当にやばい。待って、うちらのさ歩き方やばかったからね。お腹が先行して胸張ったよね。なんかもう何のアスリートですかみたいなぐらい胸張って。スモークみたいなこと。あ、そうかも。言ったら本当に二人してやばかったの。これどういうエンディング。わかんない。終わり方、終わりがわからない。みんながとにかく苦しんでる。大食いが失敗と。でもどうなんだろう、なんかその大食いの基準が分かんないので、一人何キロ食べたんだろうねっていう感じではあるんですけど、まあ、頑張ったよ多分。うん、割とどんぐらい食べたんだろう。みんな自分が食べてた感じはちょっと表してみよう。サーモンがめちゃめちゃ食べてたと思う。サランラップ2個食べてるし、お寿司もしっかり食べたし、ぶどう、ぶどうめっちゃ食べてる。なんかぶどうこれ半分ぐらいうちが食べてた。私パンも結構食べてたよね。2、3個ぐらい。あ、ヒージ食べなかった。パンプキンも食べなかった。結構食べてると思う。ポテトも食べた。ポテトね、食べてたね。なんか感情できない。ラップ1個。お寿司でも結構食べた。お寿司も結構食べてたよね。お寿司食べてた。サーモンも食べてたし。ブドウも、だって私ブドウ1個しか食べてないから。マジ、うん、じゃあその半分ぐらい食べてたかもしれない。で、アヒージョ食べてる。パンも2個ぐらい食べてた。パンプキンパイも、まあまあ食べたでしょ。なんか熱くなってきたもん。熱い、本当に熱い。マジで、なんか体温上がってきてる。え、なんで、え、なんでそういうことか。体温上がってきてるのか。食べると体温上がってくるの。俺は相当頑張ってる。ああ、え、じゃあ1個ちょっと活性化されてるってこと。食べ過ぎだけどね、でも確実に。まあ1日、今日1日これだから。何が食べてないから、週内が。確か私朝ごはん、朝ごはん食べて、で、サラダラップ食べて、朝ごはんは本当に朝ちゃんだって。ポテトも食べて、寿司も結構食べてるし、7巻ぐらい食べた気がする。みんな多分そんなに食べてる。で、サーモンまだ分かったの。で、パンプキンパイを完食したので。パンプキンパイすごい美味しい。パンショコラの1個ぐらい食べた。パンプキンパイを食べきるのは本当に英雄だと思ってる。それ、普段の好みじゃないからでしょ。そう、だから余計に本当にアブシューナを英雄として祭り立てあげたい。え、じゃあ今日の MVP はシューナ。うん、やっぱだってハロウィンパーティーだし。あ、確かに。それテーマに沿った催しとかっていう。何なの？本当にすごい。でも私は普通に好きだったから食べたんだけど。そうって感じだね。うん。でもコンディションが悪かった割には食ってるよ。うん、思う。マジですごいと思う。うん。え、じゃあコンディション良かったらもっといけたのかな。いや、2個は結構いい。いや、マジですごい。いや、ちょっと重いもん。すごい。何グラムだ？ 300 グラムぐらいじゃない？いらないっていう感じです。ちょっとまあ皆さん動画はね、これはマジで申し訳ない。シェムの媒体を借りたホームビデオ。間違いない。本当に申し訳ないけど、これは見て楽しいのかって言ったら決して楽しくないと思う。こちらがやばいよ。ただ見て思い出になるだけっていう。だからこれに再生回数とか求めちゃダメだ。でもさ、なんかさ、一緒にさ食べるとかあるじゃん今。あ、動画見ながら。だからそんな感じで。オカリナとかのね。無言じゃん。
そうなの、あれマジ全然喋ってない、垂れ流し、そう、まあ、そう垂れ流し的な感じで一緒にいる感じで食べてくれたら嬉しいよね。食べる量エグいけど、食べる量はエグいけど、でもやっぱみんな大食いしたいんだって思ったら、その動画を見て一緒に大食いをしてほしい。ありがとうございました。ゆうこちゃん夢は叶いましたか、うん、ありがとうございます。良かったです。私のね、念願の、ゆうこの夢聞くだもんね、うん、友達の夢を叶えましたって言ったから、あ、そうか、そっか、住みかっこ、住みかっこと夢かなう、とも夢かなうって感じで、変してイーホの顔だけでかくしてもらって、分かった。サムネね、地獄だ、握手してるサムネキャーってやつに、いや、今やっとく。どういう感情でやる、ありがとうございます、こういう感じ。ありがとうございました。美味しかったです。美味しかった、本当に美味しかった、美味しかった、うん、バイバーイ。お腹いっぱいだ。